皆さんこんにちは。今日は2017年1月1日、元旦です。初日の出をね、撮りに来ました。今回ね、今雲にちょっと隠れちゃったんですけど、初日の出ね、撮ることができました。2016年なんですけれども、去年もね、一昨年並みにツーリングに行くことができました。まあ、1月に、大阪国際空港のツーリングからスタートして、岡山、和歌山、出雲大社、北陸、それから5月にはダンクで、九州までのツーリング、それからモンキーで小豆島、琵琶湖、伊勢志摩、紀伊半島、そして東北、2回目の東北で、青い空さんに会うこともできました。そして、佐渡島ですね、レンタルバイクで、佐渡島も、走りました。そして11月には、関東ツーリング、ここでね、日本本土46都道府県、をすべて、走ることができました。で、まだ未公開なんですけれども、12月には、京都府亀岡市の、イギリス村というところに行きました。でそれから最後、泊まりのツーリングで12月の、最後ですね、12月の後半に、ホンダのディオ50で、これでこのバイクでですね、鹿児島まで、行きました。1200キロツーリングです。こちらの動画もね、また編集してアップしていきたいと思います。2017年度も、2016年と同じぐらいのペースでできればツーリングに行きたいと思ってます。頑張ってね、動画をアップしていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。